アプリの衝撃発言で打線組んだ。1番ショート、さあプレイしよ。2番センター、真城さんを守る騎士となり、3番サード、うちの空ちゃん、4番 DH、どこかで金属バットでも拾って戦えばワンチャン。5番キャッチャー、空、ドンヨリーナだよ。6番ファースト、ズエー。7番レフト、真城さんが傷つくなんてそんなの絶対に嫌だ。8番ライト、二人の間に入ったら怒られそう。9番セカンド、ハイパーすごすぎレジェンド、先発、私のヒーローだよ。中継ぎ、プリキュアー、抑え、動くな。嘘だと言ってよマジ。いやー素でレチオックするだけだから。そういう一種のゲームをプレイするって解釈でまあ納得ではあるけど、わざわざプレイっていうか、とは思った。第2話で本格的にゆりゆりしくなったのをよく覚えている。ずるいな、ちゃんそらは本当にずるい。沼になるわこんなん。結構みんながみんなまんべんなくパワーワード発してるんやなって。マシロンは漫画版でパワーワード、アニメで顔芸がすごいって感じ。これで両方とも可愛さがすごいから、こっちもずるいんだ。集計したらマシロン4、ソラ3、他1ずつで圧倒的ソラマシでくさ。その中で唯一野球用語かつインパクトが強いアゲハさん、納得の4番。最強の保育士、とかいうパワーワードもあったけど、あれは今は形骸化してる気もする。話数からして強いて中盤入りしたくらいの、まだまだ前半で結構多くて草。控えに、カツ丼、とか、センスが足りない、とか入ってそう。パワハラ心配おでんおやっさん好き。地味かもしれないが、私のこと忘れないでね、が心にじくじくきた。リアルプリキュアをアニメで初めて見た時の衝撃からのビーム。アニメ登場前からバリバリユリの間警戒してて草。そうだけど、そうならなかったけうなパターン。ここ湿度が高すぎる。セリフだけ見るとそうでもないけど、ここに至る経緯がびしょびしょ。あのやけくそ称賛肩書きは本当どういう経緯でつけられたのかが気になるわ。覇王色の吐き放ってたあの一連のソラちゃん表現ほんとよかった。カバトン相手にも許しませんよだったのに。56スリーブカバーでカバトンさんのつえいー来ないかな。カードサプライだと権利が微妙か。やったマシロンさんとないって。双子先生の漫画版現在4話連載中、計40ページもない気がするんだけど、マシロンの割合強いな。漫画だからアニメに比べて何気ないセリフも視聴者の印象に残りやすいっていうのはあると思う。いやアニメで言われても残るなこれ。私のうちの、の大エース感は異常。ソラドニオラナコエナデイサイディアメダジカランドゴ。どことかも内心ソラ、ドンよりになって言ってそう。マシロンに比べて読者はみんな爆笑してたやつ。広がるスカイプリキュア、毎週日曜日朝8時30分より大好評放送中です。ご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。